体が変わればゴルフが変わる、トータルゴルフフィットネスの小宮です。今回ご紹介するのはゴルフ後に行っていただきたいクールダウンストレッチです。ゴルフの練習後もしくはラウンド後に必ず寝る前には行っていただきたいストレッチ法をご紹介します。
はい、皆さんストレッチお疲れ様でした。ゴルフの疲れは翌日に持ち越さないことを必ず意識してこのストレッチを行ってみてください。高評価とチャンネル登録もお願いします。お疲れ様でした。